ありがとうございます。今ちょっとビデオ撮ってます。あれ確かこれ今飛行停止になってなかったっけ。モーターが全開にならなかったです。だからあれ、だからあれ、アングルとホライゾンだけですね。キーキーボードっていうあの変なボード使ってるんですよ。あ、そうなんですか。こんなジャイロ使ってるんですよ。なるほど。こんな大きいんだ。今この4分の1ぐらいですね。あ、なるほど。じゃあ今何の展開にならなかったか分かんないんですけど、でこれで2つは、はい、2個は、遊んでるんですね。すいませんね、すごいですね。車でやったけどちょっとパワー不足でパワーがありませんでした。でこれまた新しく作ったんですか。7号機目です。だからまずここで一番最初の初号機やらせてもらって、ヤジコン技術の時にはみんな3、4号機を持ってます。あ、そうなんですか。でそれからだんだん進化して絶賛進化中なんですね。でコントローラーは変えない。変えないです。すげえ、それもすごいですね。だから基本的にはモーターのコンだけで左右コントロールして、あとこれがラーダー入れてる。モーターの左右の出力の制御をこのコントロールを使って。そうですね。それとこの方向とこの方向もジャイロです。ああ、それは別のジャイロで。あ、その中に入ってるんですか、ジャイロ。あ、じゃあドローンのフライトコントローラーとまた別。基本はドローン用なんですね。でも初期のタイプこれは使ってます。だからなんででも全開にならなかったのかが分からない。難しいですね。もしかしたらバッテリー不良で。